しめ縄作りは、木山神社の宇治湖のうち、深町地区に住む人たち16人が出て行いました。境内の参拝者休憩所で、長いものから短いものまで手分けをしてなっていきました。木山神社は西暦816年に創建されたと伝えられ、市内はもとより県内外の多くの人からの信仰を集めています。 ヤマタノオロチを退治したスサノオの御事が祭神であることからブーンの御利益があるともされ大会や試合を控えたスポーツ選手が参拝することもある神社ですシメナは神社の鳥居や拝殿、社務所などの軒下に飾られます一番長いもので28尺およそ8.5メートルにもなります 長い縄は三人がかりで藁をねじりながらないはしの上に送っていきます力とコツが必要な作業ですせーの 飛び出た藁をハサミで切って整えたら完成です。出来上がった締め縄は年末のす,す払いの時に今飾られているものと付け替えられるということです。